ワンチャイ、江南街、オンダロー、当李承老師はここに。まずはワンチャイか。旅のお方、一曲聴いていきなされ。天運旅望歌って言って、旅人の幸運を祈る曲だよ。お金を入れたらきっといいことあるよ。旦那様、どちらへいらっしゃるので？ああ、ワンチャイという場所を探しています。ワンチャイならあちらでございます。ありがとうございます。ようこそ香港へ。面白いとこ案内しようか。坊や、一人かい？泊まるとこ世話するよ。観光なら任せてよ。安くしとくからさ。ヘイ、ハンサムボーイ、写真撮ってあげるよ。今写真を撮られたでしょ。え？あれ後で売りに来るわよ。
しつこく言ってくるけど無理に買うことはないから。ああ、はい。気をつけてね。香港には悪い人も大勢いるから。わかりました。もし泊まるところに困ったら、あそこの会員宿泊所に行くといいわ。会員宿泊所？いつでも無料で泊まれるのよ。ご親切にありがとうございます。こちらこそ、船が怖くて泣いてばかりだったこの子によくしていただいて。それじゃあ、どうか気をつけて。さよなら、お兄ちゃん。さよなら。確か葉月さんはワンチャイに行くんでしたね。はい。ワンチャイってどっちですか？ワンチャイですか？ワンチャイならゲートを出て右手にずっと行ったところですよ。ありがとうございます。残念だったな。掛け金はいただくぜ。ん？なんだ兄ちゃん、腕っぷし強そうだな。遊んでいかねえか。俺は人を探してるんだ。あいつに勝てば何でも教えてやるぜ。本当か？ああ、掛け金は10ドルだ。どうだ。ああ、よっしゃ、そうこなくっちゃ。兄ちゃん日本人だろ。名前は？リョウ、葉月リョウだ。葉月リョウか。よし、さあ入った入った。熱血野郎の登場で、日本からやってきたサムライボーイ葉月リョウ。対戦者はリングを血に染めたメキシコの極悪レスラー、ヒメネス・ガルシア。さあ来いよアミーゴ。いい加減にしといてやるよ。頼んでない。ふん、言ってろ。ファイトの掛け声で返しだ。じゃあ行くぜ、レディーファイト。さあ、だったな兄ちゃん。また来いよ、待ってるぜ。いつでもいいぞアミーゴ。そっちこそ、ちゃんと前を見て走ってるのか。あんた日本人だね。ああ。気をつけな。この香港でもたもたしてたら、引き殺されるよ。ワンチャイはどっちだ？え？ワンチャイだ。仕方ないね。ワンチャイはあっちさ。そうか。あんた名前は？リョウ。リョウ。あたいはジョイ。ま、せいぜいひったくりに気をつけな。